自分サイドはアイスさんで、まあ、走り込んだ時に正面出してくれて、まあ、あとは相手を見ながら右サイドに流し込んだだけでした。決めたのはチームメイトにこうペチペチと手荒い祝福を受けていましたが、どんな言葉をかけられていたんでしょうか。そうですね、きつい時間帯にゴールできたので、見ながらもナイスゴールって言われて本当に良かったです。ご自身これで今季6ゴール目、チームのトップスコアラーということになりました。フォワードとしてこう数字で残していくのは非常に大事なことなのかなと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。そうですね、まあ、個人の結果もこだわっていきたいんですけど、やっぱりまあチームの活動と最優先に、まあ、これからも頑張っていきたいなというふうに思ってます。この連敗をしなかったということも非常に大きいと思います。今日も後押しをしてくれたサポーターの皆さんに一言お願いします。ホームでたくさんのサポーターの方々に、まあ、応援される中で、まあ、こうやって勝ち点3を取れたというのは、まあ、本当に大きいなというふうに思いますし、まあ、これからも試合についていくので、勝ち点3をどんどん積み上げていきたいなというふうに思っています。